あの名作が PSP でよみがえる。不思議のダンジョン風来の試練4プラス神の瞳と悪魔のへそ。物語の舞台は南の島。試練とコッパの身代わりとなって神官に捕らえられてしまった村娘のカミナ。彼女の命を救うため試練たちは冒険に旅立つ。伝説の秘宝ジャガーの瞳。秘宝が眠る太古の遺跡で待ち受けるものとは一体何なのか。ダンジョンには昼と夜が存在する。夜になると昼とは違うモンスターが出現する。さまざまな種類の技は夜のモンスターを倒すのに有効だ。技を使って危険な夜のダンジョンを切り抜けろ。床が動く、マグマが噴き出すなど地形効果が発生するダンジョンも登場。仕掛けによってダンジョンの攻略バリエーションも増える。体の周りにオーラが出ているモンスターに出会ったら要注意。出ているオーラの色の種類によって強さや能力が異なる。オーラの見極めが重要だ。風来の試練4プラスならではの新要素。メインシナリオをエンディングまで迎えると3つの新ダンジョンが現れる。どのダンジョンも難度はハイレベル。やりごたえ十分だ。ゲーム中に珍しいことが起きたらその場面と一緒に気軽にツイート。またゲーム中で倒れた時にツイッターで救助の依頼を出すこともできる。まだまだ広がる風来の試練の世界。不思議のダンジョンに仕掛けられた数々の謎に挑め。南の島の大冒険、不思議のダンジョン風来の試練4プラス神の瞳と悪魔のへそ。10月18日発売。